オホーツク海側では10度くらいまで上がり、4月中旬並みの陽気となりそうです。 HBC ラジオ天気情報でした。この時間はログハウスのトメックスがお送りしました。トベックスでログビルダーをしている清水です。見た目は大胆な丸太ですが、実は繊細で一つ一つに心を込めて手作業で加工しています。ログハウスの詳細はトベックスホームページをご覧ください。ログハウスのトベックス。HBC ラジオ、川上ラジオ午後一番、お相手は私、ヤス、そして山根あゆみです。3時からは大人の川上カウントダウンデラックス、アクア、ビッツのネットエタ札幌、黒曜銀行がお送りします。さあ行きましょう。今日の大人のデラックス、リクエストテーマは今日は表紙の日、好きな先生ベスト5です。はい、好きな先生ということで、はい、さんと中学高校の時、小学校またまた小学校の時の先生でもいいですけれども、先生1票ですからね。1票ずつになりますので、ファイブになりませんけれども、みんなが知っている先生って誰ですか？それでお願いします。ドラマとかアニメとか、はい、そちらでお願いします。先生じゃないんだ。何ですか？ルーキーといえば、やっと先生ですよ。聞いたことないです。あの無事でそれからですね、ラジオネームくまちゃん、おっかないの31歳男性の方、地方外務の政党を守り信じる姿は、漫画、ドラマ、映画といえ感動しました。はい、今年の1月、中学3年間担任だった森氏が45歳で若さで、病気のため亡くなられました。亡くなられて残念ですけれども、はい、その先生と出会ったことは本当に良かったですね。大きな財産ですね。代わって今日は教師の日、好きな先生ベスト5第4位、国選山口久美子先生です。曲はビーボー1ノーゴナクライです。国選、はい、おめえら何ですか、おめえらなんと、おめえらなんか無理やり見たことない。お前らって言いますね。お前らって言いますね。ヤンクミって言いますね。
ヤンキー組の先生、ヤンキー組、本当にヤンキーですか、これ山口ヤン組、わかんないですね、ヤン組子不良を一撃で倒すし、鉄の扉やコンクリートの床もぶち抜くなど、ありえない強さは、アメコミヒーロー並みでびっくりです。そんな反面、生徒たちは本当はいいやつばっかりで、ヤン組と約束したらもう喧嘩はしないということを守って、他の不良グループに殴られても、やり返さずに我慢するシーンには涙がちょっと切れました。結局、ヤン組がぶっ飛ばしちゃうんですけどね。そんな強いんだ、すごいですよ、ヤン組ってのは。すごい頼りになりますよ、もう。ね、お前、生徒たちにお前ら手出すなって言っといて、はい、自分でやっつけてるけど、ぶっ飛ばしちゃうの。まあ、だって、ボコボコにされてるんですもん、はい、生徒は。それを守るために、やられてるのか。そうです、はい、手を出さないって我慢してて、そこにヤン組が登場するわけですから。なるほど、はい、感動的なシーンですよ。やられた分やり返してやるわよっていうことですね。ヤン組か、はい、ちょっと見てみたくなったな。実は他局なんですが。他局ですか。今日は教師の日、好きな先生ベスト5、代わって第3位、 TTO 鬼塚英吉先生です。曲は反町隆史さん、ポイズン。違います。
先生が矛盾だと思って、女子高生がいるからとかそういうことなの。ああ、なんでしょうね、そういう類ですかね。よかったですね。反町さんは最近ではあのヤマピーの、はい、あれですよね、陶器屋さんのドラマで出てましたけどね、最高の人生の相方、はい、それは松島奈々子さんもほっこれますよね。何、いいと思いますよ。このドラマで2人は出会ったわけですね。じゃあこれやろう。何変わって、今日は教師の日、好きな先生ベスト5第2位、熱中時代北野光大先生です。